停車中の2階建てバスケローナ地域交通システムは、カナダブリティッシュコロンビア州、ケローナ市内及び近郊で、路線バスを運営している機関である。スコットランド企業のファーストグループの子会社ファースト、カナダによって委託運行されている。運営資金は、ケローナ市、セントラルオカナガン地域、レイクカントリーと BC トランジットによって出資されている。 複数の通常路線とケローナ中心部のクイーンズウェイ、停留場からブリティッシュコロンビア大学、停留場までを結ぶ BRT ラピドバスが運行されている。一部の路線では進行方向が違っていてもバスの表示が同じなので注意が必要。一部では路線名の後に方角が書いてある。例えば、11ラトランド N であれば郊外行き11、11 ラトランド S であれば中心部域である。ちなみに、ノースラトランドとラトランド N は全く別の路線である。ケローナ国際空港からケローナの中心部へは、空港経由の23番バスに乗り、ブリティッシュコロンビア大学停留場で乗り換える必要があるが、休日は、ほとんどのバスが空港を経由しない。 h t t p w w w k e l o w n a s a c m p a g e 1 0 6 0 a s p x ありがとうございます。